はいどうも皆さんこんばんは、内木野です。今回はシーズン16に来ると噂をされているキャラの強化や弱体化、キャラのね調整について話をしていきたいと思います。あくまでね噂程度の情報にはなるんですが、おそらく次のシーズンから調整されていくと思います。そんなねキャラの弱体化内容と、それに対するねおじさんの意見なんかを喋っていきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。また内容が違うとかね変更内容に対する皆さんの意見などがありましたらコメントなどでお待ちしております。はい、それではまだ確定はしていないんですが、噂をされているキャラの変更内容っていうのを見ていきたいと思います。まず一番最初に強化されると噂のレイスについて、はい、その強化内容を見ていきたいと思います。この強化内容は噂によるとアルティメットであるポータルの距離が伸びるのではないのかという内容になっております。今現在のポータルの最大距離っていうのが約75メートルから77メートルぐらいになっていて、これがね120メートルくらいまで伸びるんじゃないかってことになっております。はい、このレイスのねポータルに入ると一瞬で移動ができて、その移動中は全く被弾をしないので安全に移動ができるっていう強い仕様にはなっているんですが、この件に関するおじさんの意見っていうのを言わせてもらうと、レイスの強化にはなっていないと思います。はい、これはねおじさんがソロでずっとプレイしているっていうことに関係していて、味方の人がねレイスを使用した場合、このポータルを使用しているところをねほぼ見たことがないからです。これはねおじさんのランク帯などにもよるんですが、おじさんが出会ったレイスの人は 99% ぐらいの確率でポータルを使用せずに終わってます。もともとね使用しないスキルなので距離が伸びようが伸びまいが関係ないのでね、特にソロプレイヤーに影響はないと思ってます。フルパとかディオの方にはねポータルの距離が伸びたおかげで戦略性っていうのが高まってきて、レイスが活躍できるようになるかもしれないですね。はい、そして次に噂されているのがホライゾンの弱体化です。はい、これはね実際に前回のアップデートで調整っていうのがあったんですが、今現在は元に戻っております。どうやらね前回同様リフトに乗っている時の弾の飛び方っていうのが ADS をしていても集団しない仕様になるみたいですね。ADS しても全く集団しないので今と比べるとかなりの弱体化になると思います。はい、この弱体化に関しておじさんはね賛成派の意見であって、とにかくね今までホライゾンが強すぎたんですよね。敵としてリフトに乗って上空から射撃をされると、こちらとしてはもうほんと引くことしかできないっていう一方的なゲームになっていたんですが、次の調整によってホライゾンの使用率っていうのは減っていき、ホライゾン最強時代っていうのは終わってしまうと思っております。しかしねこの調整の日程におじさんは言いたいことっていうのがあって、一度ナーフされていたけど今は元に戻ってますよね。どうやらねその理由っていうのが世界大会でのキャラピックに影響が出るから大会が終わるまでは元に戻したっていうことでした。それでね生活している人がいるんだから仕方のないっていうことなんですが、それなら最初からそうしてほしかったですよね。ホライゾンアンチとしてはいち早くナーフされてほしいのに、未だにボコボコにされておじさん悔しい思いをしております。はい、そして次は同じ弱体化になっていてブラッドハウンドも弱体化するとの噂になっております。今だとねスキャンしてから、敵が映ってから3秒間は敵が移動しているのも見えるんですが、次はねスキャンした瞬間の場所を映し出すことしかできないみたいです。はい、これはね実際にそうなるとかなりの弱体化になって使用率っていうのはねほんと減ると思ってます。比べてね同じスキャンキャラの視野だとショーケースが壊れない限りは敵が動いていても敵の位置っていうのがわかるんですが、ブラハはスキャンした瞬間の位置しかわからないので、それならばねみんな視野に移行すると思います。おじさんはねブラッドハウンド大好きなキャラだったので、ほんとこれは残念です。おそらくね次のシーズンから視野がパーティーに入るっていうのは絶対のキャラ構成、メタになると思っております。個人の意見としては、この調整がね本当なのであればブラッドハウンドが選ばれなくなるだけの調整になってしまうので、他のところを強化してもいいんじゃないかなと思っております。はい、そして次も弱体化になっていてバルキリーの弱体化です。バルキリーのアルティメットで飛んだ際、降下中に敵がスキャンできていたのが、敵が映らない仕様になるみたいですね。これはね結構話題になっていて、敵の位置がわからないから敵の場所に突っ込んでしまう
バルキリーミサイル突貫事故が増えちゃうっていう意見が多かったです。はい、これにね関しておじさんの意見っていうのを言わせてもらうと、まあ、こちらもソロプレイヤーにはほぼほぼ影響ないかなと思ってます。はい、そもそもソロでプレイしていると味方のバルキリーウルトで飛ぶことは本当少ないことですし、まあ、飛んだとしてもかなりの確率で敵に突っ込んでます。はい、まあ、スキャンして敵が見える今でも突っ込んでいるから結局変わらないよっていう意見です。はい、ちょっと悲しいんですけどね、まあ、これもねディオとかフルパの人にはちょっと影響出るかもしれないんですが、まあ、ソロプレイヤーにはあんまり今と変わらないかなっていう調整だと思います。はい、そして最後になんですけどパスファインダーの評価になってます。はい、噂ではねジップラインの飛距離が倍近く伸びるみたいです。はい、測ってみたところ今で約120メートルくらいあってどうやらね200メートルくらいまで伸ばせるという、これがね実現されればちょっと異常な調整になるかと思います。まあよく思い切ったなっていう調整ですね。はい、おじさんもねよくパスファインダーを使用するんですけど、まあ、ジップラインを使うときもうちょっと長さが欲しいなっていうときが本当あまりないです、今の状態で。でもね倍近く伸ばせるようになると平地でも移動で使えるようになるので今までより全体的にね移動速度っていうのが上がって漁夫のスピードが上がるようになるかもしれないので、まあ、おそらくねこの調整っていうのが実際に起こってしまうとマッチの戦闘速度に影響するような大きな調整内容になってしまうと思っております。まあ、今までねパスファインダー、まあ、優遇されてなかったんですけど、まあ、これはパスファインダー個人の調整というわけでなくて調整された際パスファインダーを入れると、まあ、全体的に移動速度が上がっちゃうよっていう話ですね。はい、おじさんが聞いた次のシーズンでのキャラの調整っていうのはこんな感じになっているんですがいかがだったでしょうか。まあ、おじさんもねあまり詳しくなくて皆さんの方が知っていることの方が多いと思います。まあ、次回のアップデートで噂されている紹介したキャラの調整内容に何か意見などがあればコメントで教えてください。まあ、弱体化ばっかりしやがってこの野郎とか、まあ、ホライゾンはねそのままにしておけとか、もう本当何でも結構ですので、まあ、コメントいただければ助かります。はい、それでは今回はこの辺で終わりにしたいとは思うんですけどね、どうやら次回のアップデートで新武器も登場するみたいです。まあ、もしね登場した際にはリコイル動画を制作すると思うのでまたご覧いただければ助かります。はい、ご視聴ありがとうございました。